何があった。どうもこんにちは、ザワチャンネルです。今日の動画なんですけれども、やっぱりね、先週末かな、もう本当にね、記録ラッシュラッシュラッシュ、もう陸上情報がね、もう満載満載なんで、それを一気にね、今日お伝えしようかなと思っております。さあ行ってみましょう、恒例のマンデー陸上。はい、ありがとうございました。まあ、まずはね、最初はやっぱりロンドンマラソン、もうキプチョゲ選手が2時間2分と、もう本当止まらないですね。まあ、見たらマラソン10連勝中ということでね、本当桁違いの、強さをね、見せてきていると。まあ、2位の選手もね、2時間2分台叩き出しているんですけれども、キプチョゲ選手のスピードにはちょっとかなわなかったなと。そしてやっぱりこのロンドンマラソン、ナイキの新シューズ、ベイパーフライネクストパーセント、こちらもね、話題をかっさらってますよね。ますますね、このキプチョゲ選手の勝利によってね、このネクストインパクトを残したんじゃないかなと。さあ、日本発売はね、いつになるのか分かりませんけれどもね、こちらも楽しみに、してみたいなと思います。そしてドイツで行われましたハンブルグマラソン、こちらにもね、日本人選手が MGC 最後のね、もうラストチャンス、こちらをかけてエントリー。そして見事4人の選手が MGC 出場権を獲得いたしました。高久選手、荻野選手、そして一色選手に鈴木健吾選手と、まあ、これでね、MGC 出場者、合計34人と、いうことでね、秋、9月開催ですけどもね、こちらも大いにね、盛り上がるんじゃないかなと、思っております。まあちょっとね、僕も応援しておりました村山健太選手が今回もね、ちょっとラストチャンス生かすことができず、MGC 届かずという結果に終わってしまいました。ちょっと本当にね、残念ですけれども、まだね、東京オリンピック、チャンスがないわけではありません。しっかりとですね、最後まで諦めず頑張って、いただきたいなと思います。そして次はね、やっぱり岐阜清流ハーフマラソンと、いうことでね、まあ、高橋尚子選手が先日のね、小出義雄監督の訃報を受けましてね、喪章をつけてのレースと、いうことだったんですけれども、いや本当にね、この場を借りまして、小出監督のね、ご冥福をお祈りしたいと思います。で、まあ、レースの結果なんですけれども、優勝したのはですね、ビダン・カロキ選手を、30秒以上も差をつけるこの大差でゴールいたしました、中年校アマス・ケレガタ選手。まあ、前日ハーフからね、やっぱり存在感見せてますんでね、この辺りさすがだなと、本当にね、強さを見せつけているなと。そして日本人トップに、復活してまいりました設楽悠太選手、しっかりとね、1時間1分36秒でゴールと。やはりですね、先日のトラックもそうですけれども、乗ってきたらね、手がつけられないなというところがありますんでね、こちらの選手も9月 MGC に向けてしっかりとね、調整していただきたいなと思っております。いや、まあ、今ね、ロードレース中心に話したんですけれども、やっぱりね、トラック界、こちらもね、かなり盛り上がってきていると。まあ、僕もね、現地観戦いたしました小田記念陸上、こちらでですね、女子 5000m、 いや、ケニア人を圧倒ということで、資生堂の木村友香選手が、ドーハ世界陸上、参加標準切りとなる15分20秒26でゴールと。いや、本当ね、ラストの1周、その力強さをね、見せつけたなと。そして2位に入ったのが、まあ、高校時代からね、もうブイブイ言わせております、和製ラドクリフ、日本郵政廣中リリカ選手。まあ、ドーハのね、世界陸上参加標準記録には届きませんでしたけれども、こちらも15分23秒58でのゴールと、いうところでね、いや本当に
まあ、あのエカラレ選手をね破ってますんでね、まあ、しかも今大学陸上界で活躍している、まあ、五島選手であったり関谷選手であったりをね抑えてのこの成績なんで、こちらね廣中選手も日本選手権本当にね台風の目になってくれるんじゃないかなというふうに思っております。そして男子 5000m 優勝はですね前評判通り日立物流リチャード・キムニャン選手が13分43秒32のタイムでゴールと、まあ本当ね、キムニャン選手の独壇場になっちゃうかなと思ったんですけれども、そこにですね、ラストスパート、いや、ちょっとね、今映像を見ていただけると分かると思うんですけれども、九電工ベナード・コエチ選手がしっかりとね、まあ、届きはしませんでしたけれども肉薄する2位13分43秒32のタイムでゴールと、まあ、その後にですね、日本人トップ、琵琶湖毎日で MGC 出場権を獲得いたしましたトーエレック、河合大二選手が入ってくると、いうことでね、まあ、本当この辺りを見るとね、河合選手のトラック力もね、侮れないなと、やはりね、この辺り、松浦監督のね、ご指導、松浦イズムがね、しっかりと染み込んでいる証拠だったんじゃないかなと、いうふうにね、思えてならないなという結果に終わっております。そして最後に、いや、本当にね、これじゃびっくりいたしました。チャレンジ Me Too 熊谷。こちらでですね、なんと仙台育英吉居大和選手が 3000m 高校歴代4位の8分6秒44でゴールと、いやこちらね、2位に木曽選手もね入ってますんで、この木曽選手のタイムも高校歴代7位の好タイム、そして昨年全中大会ジュニアオリンピック、こちらを優勝いたしました、仙台育英ルーキー吉居俊介選手も高一歴代6位の記録となる8分18秒87でゴールと、まあ、去年のね、東海大の記録会で、まあ、8分30秒切ってる選手ではあるんですけれども、いや本当にね、何があったのかっていうぐらいのね、この伸び、まあ、お兄ちゃんのね、吉居大和選手とまあ同じレースだったということもあるかもしれませんけれども、いやそうなんですよ、このこちらにですね、仙台育英の選手、まあ、退去してエントリーしてるんですけれども、なんと8人がですね、8分30秒切ってるんですよね。こちらね、インターハイ予選、ちょっと仙台育英旋風、ちょっとね、巻き起こってくる可能性大なんじゃないかなと、いうふうに思っております。まあ、今ね、つらつらつらーとね、ご紹介いたしましたけれども、5月に入ったらね、もうゴールデンゲームス、いい延岡、こちらを皮切りにね、本当にトラックシーズン、大盛り上がりなんで、いや本当にね、もう毎週毎週目の離せない週末、訪れる方は思うんですけれども、しっかりこちら大注目でいきましょう。今日はこんな感じです。ザオチャンネルでした。あ、忘れてました、すいません。織田記念陸上 2000m 障害、こちらでね、優勝いたしました三浦龍司選手、洛南高校、こちらの選手がなんとアンダー20の日本新記録5分39秒29のタイムを叩き出すと、ちょっとね、僕は織田記念で三浦選手にお会いしまして、ちょっとお話を伺ったんですけれども、本当にね、もう狙う気満々ですと、もう自信たっぷりにね、まあ、疲労もあるかとは思ったんですけれどもね、タイム狙っていきますと、宣言してくれたんでね、それを見事体現する有言実行のレース、三浦選手、本当におめでとうございます。そして最後に、この選手もね、最後ご紹介しなければいけないでしょう。姫路の記録会なんですけれども、こちら、800m ありまして、なんと岡山県奥中杉本仁選手が岡山県記録に迫る1分55秒58のタイムでゴールと、まあ、去年ね、中2歴代2位のタイムを叩き出してる選手で、しかももう今年のね、全中大会、1500m もね、参加標準記録はもう突破しております。あとは本番でしっかりとタイムが
叩き出せるかと、まあ、おそらくね、1500m、そしてね、800m の2冠を狙ってね、全中殴り込んでくると思うんでね、杉本選手、大注目でいってみたいなと思います。